現在朝4時56分、おはようございます。また随分と早起きですね。今日も予定は？本日は青春18切符で名古屋を往復します。なんでまたそんなことを？やりたくなったものはしょうがない。てなわけで次は2020年3月に開業したての高輪ゲートウェイ駅です。出来たてほやほやの駅。次は高輪ゲートウェイ。腕プルプルしてませんか？気のせいです。名古屋行くのに高輪ゲートウェイで降りている暇はありません。品川ですか？てなわけでこちらの東海道線に乗ります。小田原ってまだ神奈川県でしたよね。とするとなんて長い。じゃあこれに乗って小田原まで行きましょうね。家から持って行ったスーパーのアップルパイと100円で買った缶コーヒーです。品川駅を発車します。次は川崎です。次も駅から神奈川。缶コーヒーを飲まないとやってらんない楽しい旅行の始まりです。言い方どうにかしてください。ドアが閉まるそうです。この下手に喋ったらいろいろ損ないそうで怖いんですよね。このジリリリって音好き。ついに発車しちゃう。朝5時10分の貴重な東海道線が行ってしまいます。あれが東京総合車両センターらしいです。山手線がいっぱい止まってますね。車両基地とか車庫とかそんな感じね。ここは何駅ですか？京浜東北線の大町駅です。臨海線も通ってるよ。通過 JR 東日本の東海道線はまあまあ早い。そして多摩川を渡っています。この川を越えたら神奈川県でしたっけ？この辺りはそうね。そして川崎駅ももうすぐだよ。野球のグラウンドみたいなものが。広大なグラウンドは有効活用するのよ。こういうのスーパー堤防って言うんだっけ？鉄橋を渡りますね。神奈川県。川崎の次は神奈川県の県庁所在地。工事が終わらないことで有名な横浜駅です。横浜ですか？一度は観光で訪れたいですね。まあ川崎でも横浜でも降りる予定はないんですけどね。目的地は名古屋でしたね。東大元暮らしってわけで降りてみませんか？ここまで来てタイトル詐欺はあかんでしょ。貧血の夜メロンにおすすめ。そうじゃなくて時間の話ですよ。それは残念ですね。じゃあ次の戸塚駅で降りましょうか。話聞いてた？にしても横浜ですが、品川からまだ2駅です。小田原って県の南西でしたよね。とするとまだ全然ですね。しかもそこまで来てもまだ3分の1にすらなりません。向こうに見えるは相鉄線です。ちょっと青みがかった黒の電車ですね。最近相鉄線と埼京線が直通運転しましたね。途中の駅で横須賀線を追い越します。また通過なんですね。横須賀線も E235 系にそのうち置き換えられます。時代の流れにしてもこうしてみると余剰がありますね。こういうところが旅の楽しさ。体力ないときは後に乗れる玄関クロスシートが好きなんだけど、やっぱり旅と言ったらこういったセミクロスシートです。こういうのって駅弁が似合いますけど、さすがに朝5時台からの駅弁はきついですか？そもそも朝5時からやってる駅弁屋さんがありません。さて、列車は大船駅に到着します。根岸線の終点なんですね。根岸線？横浜から磯子を経由して大船に至る路線です。京浜東北線や横浜線から直通することがだいぶ多いです。ほいほい。次の藤沢ではあの江ノ電が走っています。お、車内から見えますかね？残念ながらだいぶ離れている上に建物の中にあるので拝むことはできません。ちょっと残念。でもそこがまた面白いとこなのね。途
中テラスモール湘南がある辻堂を経て次の駅は茅ヶ崎。大回り乗車での東海道線の西端の駅です。大回り乗車ってあれでしたっけ？あれです。あれ？相模川を渡ったならすぐに平塚に入ります。また川ですか？また流水。日本の大動脈というだけあり、よくよく有名な川を渡ります。しかし、いい眺望ですね。川ごとに尖った姿を見せてくれるので本当に素晴らしい眺めです。それに注目するのもいいかもしれませんね。あ、貨物列車。日本の大動脈ということもあり、貨物列車の数もそれはそれは多いです。もうすぐ駅に着くみたいですね。ここまで来れば小田原まであと少しです。まだコーヒー飲んでなかったんですか？いや、違うんだ。これは缶を捨てるタイミングがつかめなかっただけ。構図では伊豆の動画でも解説した御殿場線に乗り換えられます。いよいよここまで来るともうすぐ静岡県なんだなって思います。あと何駅くらいで小田原ですか？2駅です。次が鴨宮、その次が小田原ですね。もうすぐ。次は終点、小田原です。もうすぐですよ。もうですか？さて、小田原駅で1分の乗り換えを済ませ現在熱海行きの模様の東海道線に乗ってます。にしても海が綺麗ですね。マジで東海道線の見どころです。さて、20分ほど乗るとあっという間に熱海です。あっという間な気がしますね。東海道線では序盤の乗り換えがタイトです。次は4分で乗り換え。次からいよいよ JR 東海管内です。てなわけでここから浜松駅に2時間30分くらい乗ります。2時間半。車内はロングシートしかないですが、意外にも座り心地は良いです。いいなら良かった。ではドアが閉まるそうですよ。ここから長い長い静岡県の旅が始まるのですね。長いけど、車窓的な意味ではおそらく一番楽しいゾーンでもあります。あ、ドアが閉まった。では行きましょう。動いた。ここから2時間半、素晴らしいロングシートに乗っていざ浜松まで。いよいよですね。寝ないように駅メモをやり続けます。やっぱりソシャゲがやめられないんですね。わい、中毒者ゆえ。あ、そうだ。次は名古屋に着くまで何も食えません。さて、電車は沼津に到着。沼津までで折り返す車両もあるんですが、愛知県の豊橋まで行く列車もあります。距離の差が激しいですね。静岡地区は割とそういうとこあるのよ。原駅のデザインは個人的に好きです。少しお城っぽい感じ。いいデザインですよねこれ。ああ、そこに見えるは中古車両天国の学南電車。緑髪の忍者さんがレビュー的なことをしていましたね。新富士駅に行った時のものだね。さて、次は富士です。一つ前の動画で身延線に乗ったのですが、やはり大変素晴らしい路線だったもので、ほっほっほっ、学南電車が何かいた。取っておけばよかった。初見では地味に読めない駅名。ゆえって読みます。桜エビが有名でしたっけ？そそ。一つ手前の駅の神原からゆえにかけて桜エビを扱う店が林立してるよ。私もゆえで桜エビを食べたことがあります。美味しそうですね。美味しかったよ。皆様ぜひゆえにお越しの際は食べましょう。素晴らしい海の眺望と素晴らしい味の桜エビが素晴らしいですよ。素晴らしい以外の感想ないんですか？北斗駅で折り返す車両も少なくないです。この辺って山と海の近くを走るんですね。結構有名なゾーンを走ってるよ。清水と草薙の間の一部区間では静鉄と並走します。何回か静岡鉄道 A3 全景ですね。って、もう静岡駅近いんですかね？はい、もうすぐ静岡駅ですよ。あ、線路があっちに行っちゃう。てなわけで静岡には8時くらいに到着。名古屋まであと何時間くらいですか？あと4時間くらいで到着します。今品川駅から3時間くらいだからまだ半分ですらないんですね。でも最後1時間はマジで快適です。趣のある立ち食いお蕎麦屋さん。さて、静岡駅を発車して次の駅は安倍川です。安倍川餅ってありますよね。美味しいよね。たまに浜松に行った時の土産として買うことあるよ。食べたことあるのね。安倍川もちもちですね。さて、さすが県庁所在地である静岡市。こういった車窓の移り変わり、これが静岡地区の大好きなところです。確かに楽しもうと思えば楽しめますね。静岡県はただ通過するよりも車窓に目を向けるとかなり楽しいですよ。
こういう栄えている場所も静かな場所もあるってとこに注目するってわけですか。特に静岡県は地域による雰囲気の違いが顕著なので楽しいですよ。さっきまでは海沿いを走っていましたが、ここからはそうでもなくなってくるのだ。静岡県ってお茶が有名でしたよね。お茶。またこの辺から爽やかの店舗数も増えてきます。でも今日はどうせ食べないんですよね。後日絶対食べてくださいね。はい。さて、次の駅は島田駅です。島田駅でも折り返し列車がいくつかあります。ここら辺が茶畑ゾーンですか。いや、まだ住宅地ゾーンですね。まだ茶畑ってほどではない。島田から掛川が超茶畑です。コスミコされぬ大井川です。あっさりと越えちゃいますね。かつては水がめちゃくちゃ流れてたらしいですが、今ではお察しの通りです。昔は流水まみれ。昔はそうだったのかもしれませんね。お、向こうに茶畑が見えますね。金谷茶とかが有名よ。青い旗が。大井川鉄道のトーマスですね。さて、次は愛野です。もう動画で11分経つのにまだ浜松に着かないんですか。時間配分が下手なんです。では浜松までの間に動画を2つだけ入れさせてください。あ、あれは天竜浜名湖線です。趣ありそう。御厨駅は高輪ゲートウェイ駅と同時に開業した駅です。今日だけで2回も新しい駅を通過。新駅いいですね。で、天竜川を渡ります。やっともうすぐ浜松市ですか。大井川よりも水量が多い気がする。なんかいつもよりも多いですね、水量。ではもうそろそろ浜松です。豊橋からもロングシートでした。運がいいと転換クロスシートに当たる区間なんすけどね。この辺の車窓もさっきまでと違いますね。静岡県は面白いですね。まあはっきり言ってクソ長いけど。とりあえず豊橋駅に到着しました。美味しそうな鳩ですね。眠すぎて自分が何を言ってるのかわからなくなったんですか。ここから名古屋まで楽しい新快速の旅です。だって車内こんなに豪華なんですよ。確かに豪華ですね。これなら快適に移動できそうですね。そうなのです。さっさ、名古屋まで楽にレッツゴー。新快速すごい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 。新快速終わりました。あらら。さて、これから昼飯を食べに行きます。そういやお昼まだでしたね。お昼はホームで食べます。お昼ご飯はきしめんでございます。お、きしめんですか。名古屋らしくて美味しそうですね。500円なのにいろいろ乗ってる。ここは安くてうまいので何回も利用しています。確かに何回も利用したくなりますね。名古屋駅ですね。にしても熱海から68駅ですってよ。かなりの駅風。名古屋名物の銀の時計です。雄大ですね。てなわけでマクドで甘いものを補充です。いいですね、食べましょ食べましょ。マクドのストロベリーシェイクです。おいしそう。次は何するの。名古屋といえば名古屋城ですよね。そういえば、ひつまぶしも有名。味噌煮込みうどんもありましたよね。ああ、楽しみですね。これから豊橋に行きますよ。わあ、本当に帰るんですね。いくらなんでも早すぎる。うわ、本当に乗ってるじゃないですか。あらあらうふふ。あ、豊橋でグルメを食べます。あの夜メロンがまた珍しいですね。入れば何でもいいタイプの人間じゃないからね。せっかくの転換クロスシートだし、ちょっと寝させて。うん、むにゃむにゃ。この座席で眠れないって俺。さっきの座席と同じだったんですか。むしろさらに快適です。絶好の睡眠チャンスを逃すって。しかし、あれはこの地域では珍しい313系3000番台。こんなところに誘致されてるなんて。さっきは何を言おうとしたの。あ、そうだ、313系3000番台に気を取られてしまっていた。僕が言いたかったことは、静岡あれは名鉄の車両だ、新鮮。いい加減にしてくださいよ。ちなみに言いたいこととは、静岡県の長距離乗車ゾーンで寝れるだろうという一つの目論みがあります。それ狙いってわけですね。そんなわけで豊橋です。もうすぐ静岡県に入るわけですか。その前に腹ごしらえです。お、こじんまりとした店がありますね。いや、これは壁がありそうな向こうにも店がめり込んでます。狂言が。
これはミニ味噌カツ丼です。味噌カツですか、いいですね。味噌の香りとカツとの相性がマッチしているのが素晴らしいです。これも豊橋に来たら食べたくなりますね。ここからロングシートです。ここから長いのにロングシートはちょっと辛いですね。しかし長いというのはデメリットばかりではございません。例えば長距離だと気兼ねなく寝ることができます。ここで寝るっていうこと？うんにゃ。っていうかこの電車に2時間も乗るんですね。では行ってきまー。弁天島はクソデカホームがあります。ホームが広いんですね。寝るんやないの？途中駅でグルメをいただく都合上寝過ごしたらまずいって思ったんです。そういうことですか。さて、ドアが開きますよ。お、確かに広いですね。私はプリンですか？何を言ってるんですか？僕はハンカチで耳タブを加熱します。あなたはブルジョアパティシエですか？本当に何を言っているの？私はカミカマと小島よしおをマッシュアップしたイチジクの有名な産地である指定席でグラタンに眉毛を添え静岡駅の立ち食いそば屋でおやつを食べます。どう見てもおやつの量じゃないんですが。あれ、これあのおそば屋さん？そう、あのおそば屋さんで味なんですが、これめちゃくちゃうまいです。お、これは何そばなんですか？チーズそばです。はい、合うんですか？合うんですね。これちょっとイタリア料理的な感じ。意外。え、タバスコ？蕎麦屋のおばちゃんからかけると味が変わるよって言われたのでかけてみることにしました。ピリッと辛くてうまいんだな、これが。さて、ここから私は寝ます。もう体力つきましたか？てなわけで私は寝ます。ご視聴ありがとうございました。最後に JR 東日本お得意のヤバい椅子でお別れしましょう。そういやまだ旅は終わってませんでしたね。そそ、あと海ですね。やっぱり綺麗ですね。今度こそおしまいですよ。ではまた。